あなたの脳から水分を全部抜き取ったなら、脳を構成する栄養素の内訳はどうなっているのか。全く水分のない脳の重さは脂質としても知られる脂肪がほとんど。残りの脳内物質はタンパク質とアミノ酸、わずかな微量栄養素とブドウ糖。もちろん素材としてこの栄養素を集めただけでは脳は機能しないが、それぞれの栄養素が 脳の機能や発達そして気分や活力に明確なインパクトを持っているだからもし昼食後に気だらく感じたり深夜なのに頭がさえてしまうのであれば単にそれは脳に届いた食べ物のせいかもしれない脳内の脂肪の中の大スターはオメガ3と6それらの必須脂肪酸は脳細胞の耐化症状の予防につながると言われ食物で補わなければならない オメガ必須脂肪酸をたくさん含むナッツや種子類脂の乗った魚を食べるのは細胞膜の酸性と維持にとても重要だオメガ必須脂肪酸が脳に良い一方トランス脂肪酸や飽和脂肪酸など他の油脂は長期間摂取していると健康に支障を起こすまたタンパク質とアミノ酸は成長や身体づくりに活躍する基礎栄養素であり私たちの感情や振る舞いを操る アミノ酸には神経伝達物質の前駆成分が含まれている。神経伝達物質は化学メッセンジャーとして気分や睡眠、記命力や体重調整などに関与する神経細胞間の信号を運ぶ働きがある。大盛りのパスタの後は気分が落ち着き、タンパク質の多い食事の後はより頭がさえたと感じるのはそれが理由の一つ。 食物に含まれる成分の複雑な組み合わせが脳細胞を刺激し気分を変えるノルアドレナリンやドーパミンとセラトニンの分泌を促すしかし脳細胞に到達するには一筋縄ではいかず限られたアクセス権をめぐってアミノ酸が競い合う一連の食べ物を摂取することで脳のメッセンジャーはバランスよく組み合わされあなたの気分も極端に偏ってしまうこともない身体の他の臓器のように 私たちの脳にとっても微量栄養素の安定した供給が有益なのだ果物や野菜の抗酸化物質は脳を強くして脳細胞を破壊する活性酸素を撃退し脳に持久力をつけるビタミン B6 や B12 や葉酸のようなパワフルな微量栄養素なしでは私たちの脳は脳障害や精神的落ち込みを受けやすくなる鉄や銅亜鉛 ナトリウムなどの微量ミネラルもやはり脳の健康と早期の認知機能の発達に必須。脳がそれらの貴重な栄養素を効果的に変換したり合成するためには脳には燃料が、それもたくさん必要になる。人の脳の重さは全体重のたった2%だがエネルギー源を最大20%も消費する。そのエネルギーのほとんどは炭水化物から来ていて。 体内でブドウ糖化、血糖に消化されていく前頭葉はブドウ糖の低下に非常に敏感なので精神機能に変化があれば栄養が欠乏している時の最初に見られる兆候と言えるだろうブドウ糖を一貫して受け取っているとしたら摂取した炭水化物の特にどのタイプが脳に影響を及ぼすだろうか炭水化物は主に澱粉、糖質、そして食物繊維の3種に分けられる ほとんどの栄養素表示ラベルにはそれら炭水化物3種は炭水化物含有値としてまとめて表示されることが多いが海軍である糖質と食物繊維の炭水化物全体量に対する含有比によって身体と脳の反応が左右される白パンのように GI 値の高い食品は急激に血中にブドウ糖を送り込んだ後急激に減少させる原因となる血糖が急減すると集中力の長さも気分も加工するその一方大ー麦や 全粒穀物豆類はブドウ糖の放出がゆっくりで安定した注意力が維持できる脳機能の持続のためには栄養豊かな食品を幅広く選ぶことがとても重要だあなたが口にし咀嚼し飲み込むものに関してはあなたの選択が体内で最もパワフルな器官である脳への直接的そして長期的な影響をもたらすのだ知識に飢えていますかチャンネル登録して好奇心に刺激を与えましょう